スの話ではここでしたよね。新手の鬼がいるというのは。私、胡蝶忍はおかしな鬼がいるという情報を聞き、森の中へとやってきました。すごく静かな場所、少し怖いくらいだわ。来たわ。どんな血鬼術を出してくるかわからないから、気を緩めず行かなきゃいけませんね。なかなか刀が当たらないわ。だんだん体力が削り取られていく。キャー、一瞬気が緩んだ瞬間に血鬼術を浴びてしまった私は、このまま戦うのは危険だと判断し、鬼の追跡から必死に逃げることにしました。はあ、なんとか振り切れたわ。早く血鬼術を浴びたところを処置しないと。でもなんだか眠たく、私いつの間にか眠ってしまっていたわ。あれ、なんだか景色が違って見える。自分の体に違和感を感じた私は自分の手に視線を落とすと、手のひらには肉球がついていました。にゃにゃ、肉球、にゃーにゃ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 ー。今のは私ってことは、私は猫になったのね。困ったわ。猫は苦手なのに自分が猫だなんて。にゃーにゃーにゃー。とりあえず長屋敷に戻らなきゃ。私は急いで長屋敷へと帰ることにしました。しばらく森の中を走っていると、近くで子供のすすり泣くような声が聞こえてきました。子供の泣き声、こんな森の中でこんな時間に。とにかく声がした方に行ってみないと。声のした方へ歩いていくと、小さな男の子が歩いていました。こんな夜中に一人では危ないと思い、私はそっと近づくことにしました。誰だ。にゃーにゃー、怖がらなくても大丈夫ですよ。なんだ、猫か。こんなところに子供が一人でどうしたんでしょうか。猫も千鳥なのか。俺も千鳥だから、一緒にこの森から出るか。いやー、いいですよ。ありがとう。じゃあ一緒に行こう。なんだかさっきからなんとなく会話が噛み合っているような。もしかして猫の言葉がわかるのかしら。それから私たちは一緒に森を抜けることにしました。でもどうしてこんな小さな子供が鬼のいるような森の中にいたのかしら。にゃー、どうした猫。にゃーにゃー、どうしてこんな森の中に。森の中にどうしてか。やっぱり言葉がわかるのね。気づいたら倒れてて、今から蝶屋敷に行って胡蝶に見てもらおうと思ったんだって。猫に行ってもわからないか。蝶屋敷に胡蝶、それって私のことですよね。もしかしてこの人って。にゃーにゃーにゃー、あなたはもしかして富岡さん。大丈夫かって、体が小さくなってしまったけど、なんとかな。あら、やっぱり猫子が分かるわけじゃなかったのね。とりあえずこっちの方に行けば着くはずだから、一緒に行こう。いや、はい。きっとこの小さな子は富岡さんだと確信した私は、少し安心感を得ることができました。子供になっても富岡さんはあまり変わらないのね。ただ喋り方がとても可愛くて、それはなかなか新鮮ですね。それからしばらく森の中を歩いていると、鼻先に冷たいものが落ちてきました。いや、雨が降ってきた。走ってあの洞窟まで行こう。富岡さんは小さく見えた洞窟を指さし、
私を抱き上げて不思議出しました。富岡さんは子供のはずなのに、どうしてでしょう。なんだか胸がドキドキしています。洞窟に入ると富岡さんは自分の着ていた服で私の体を優しく拭いてくれました。大丈夫か。大丈夫です。それはよかった。富岡さん大丈夫ですか。ああ大丈夫だ。どうしよう、ひどい汗、私を抱いて雨の中を走ったからだわ。こういう時は体を温められるといいんですが。大丈夫だから、俺が守ってあげるから。富岡さん、子供の姿でとても不安なはずなのに、私のことを心配して、少しでも温まるように寄り添うことしかできませんが、私は富岡さんの体を温められるようにと横に寄り添うことにしました。温めてくれるのか。ありがとう。どうしましょう、温めてあげるはずが抱きしめられてしまいました。小さい頃、熱が出るといつも姉がそばにいてくれた。なんかそれを少し思い出した。いやあ、そうだったんですか。って、そんなこと君には関係ないか。にゃあ、そんなことないのに。猫になることがこんなにも難しいなんて思いもしなかった。にゃあ、富岡さん、どうしたんだ。にゃあ、今は私が富岡さんのそばにいますから、ゆっくり休んでください。ああありがとう。富岡さんが私の言葉を分かったのかは分かりませんが、私に返事をした後眠り始めました。いつもむすっとした顔しか見てませんけど、笑顔はとても可愛いんですね。私もなんだか眠くなってきました。蝶、胡蝶。富岡さん、どうして私だと分かったんでしょうか。富岡さん、おはようございます。あれ、話せるようにということは元に戻れたんですね。あ、胡蝶、その、はい、何でしょうか。俺の体服を着てくれ。どうしてって、キャー、猫になっていた時に服を着ていなかったのを忘れていました。なんて集大に、見てはいないから安心しろ。胡蝶、昨日は迷惑をかけて申し訳なかった。いえ、体調はいかがですか。ああ、胡蝶が温めてくれていたおかげで良くなった。それは良かったです。なんだか気まずい雰囲気が流れていますね。胡蝶、その、森の中で出会えたのが胡蝶で良かったよ。なんだか富岡さんらしくもない。でも私も出会えたのが富岡さんで良かったと思ってますよ。それにどうしたんだ。ええ、何でもありませんよ。さあ帰りましょう。ああ。それに子供の富岡さんに会えるなんてとても素敵な経験でしたよ。なんて言ったらまたムスッとされちゃいますかね。